はいどうも、シューチャンネルのシューです。今日からですね、畑の動画を上げていきたいと思います。うちの畑が今だいたい50坪かな。今年で4年目になります。今年もねだいぶちょっと寒かったんで、桜が咲き始めたので、これから、耕しから、植え付けの作業まで順次進めていきたいと思いますんで、目標は、梅雨に入る6月までにね、あの一通りの作業が終えれたらと思いますので、ぼちぼち、失敗することもあると思いますので、それも包み隠さずオープンに、公開していきますので、よろしくお願いいたします。はい、まず植え付けの時期の目安ですけど、こちらね、畑じゃない方に咲いてる菜の花です。こちらがね、もう散り始める頃、それぐらいから今うちは目安として植え付けを始めてます。でここにちょっとね見てわかるかな、これね、アスパラガスですね。2株、3株ぐらい植えててね、近所の人にあげたりしたんですけど、これね子供がね多分ねふざけて折ってるんですよ、何もわからずに。もう2年目かな、根っこの方はねしっかり仕上がってるんで、下にまで根っこ伸びてますから、これをね植え付けて、ただねアスパラガスね10年も20年も株がね持つもんで、長期収量なんで、植えるとこ考えないとね場所取っちゃうから、それでちょっと1、2年はねこちらの方で今仕上げて準備してる状態ですね。でぼちぼちね花もこう散り始めてますんで、まあ、植え付けには最適な時期でしょう。ちなみに昨日一昨日のね朝の気温は3度まで落ちたんですけど、自分ところの地域昨日は22度まで上がってね、もうバッチリですね。でちょうど家の前がこうやって桜のね街路樹、うちなの隣組の人が2、30年前に植えたらしいんですけど、このようにねずらーっと今ちょうど、何分咲きかな、ちょっと上ねミツバチ、ニホンミツバチも寄ってますけど、でうちは受粉、人工受粉しなくてもね向こうの桜の幹の方かなの下に巣があるので、そちらの鉢に受粉任せてますんで、今だいたい5分咲きでしょうね。ちょっとうち田舎なんでね、あんまりね暖かくないから咲く時期もね結構ね市内に比べるとずれちゃうので、うん、今年はね例年にない遅咲きらしくて、鹿児島も咲いてないのかね、うん、今年はかなりちょっと遅めです。ただもう咲き始め5分咲き4分咲きぐらいからはもう畑の準備もですね。でこちらですね、うちの畑概要全部です。こちらが駐車場ですけど、ね、こちら側でね全部今畑として使ってます。だいたい50坪ぐらいあって、冬の間は何も手入れはしないので、まあ、草ぼうぼうですけど、なかなかね梅雨時期までに1回草刈りしてね、でまた梅雨明けになると2週間に1度ぐらい草刈りしないと草ぼうぼうでからたまらんぐらいな勢いで、ただこの草たちもねしっかり刈ってやってね肥料として緑肥として使用することもできますんで、まずは区画分けしているところを作業しやすくしての作業開始ということになります。でこちらなんかはですね、わかるかな、ブルーベリーですね、もう花が咲きかけてますけど、うん、まあ夏にかけて、結構実がなって長持ちするんで、こっちは違う種類ですね、花の色が全然違うんで、うん、10年以上過ぎてる株ですね。でこちらなんか小株も植えてます。ブルーベリーに関しては地植えするとですね酸性に傾かせなきゃいけないんで、他の植物と環境が合わないので控えてます。あとここら辺は趣味で買った、イチジクですけど植えてないんで放置気味です ね。こういうね、ちょっと小さめのポットでもこれ3年目ぐらいの株ですけど、
大きく育てなくてもこうやってきちんと手入れをすれば花も実もつきますんで、ブルーベリー扱いやすくて楽しいですよ。はい、で今、畑に戻ります。うちの場合はね、今ここ奥側なんですけど、奥側が若干の日当たりが悪くて、いまいち実つきが悪いというか成績が悪いです。でうちの畑ですね、これマルチ張ったままですけど、今ね草ぼぼでちょっと見づらいと思いますけど、通路を作って区画分けしてます。作り方としては全体を耕して、その部分部分で畑で植えるものを変えていくっていうやり方もあるんですけど、海外のねダッチスタイルみたいな感じなのかな、水槽でいたら。区画を分けてね、通路を作ってちょっとおしゃれに、やろうというので、このような作りにしてます。通路を作ると、まあ、足も汚れにくいしね、収穫もしやすい。あと区画ごとに、土もいろいろ変えられて、実験的にはね楽しいので。でここら辺ね、ちょっと日当たり悪くて成績悪いところは、これは去年のオクラですけど、もうちょっとね池でも掘って金魚を泳がせようかなと思ってます。で去年はスイカの方が成績良くて、トマトとさつまいもがうちの近所もみんなほぼ全滅でしたね。でここが一番広い区画になるんですけど、スイカを作りましたんで、今年もちょっと連作をしようかなと思います。去年は継ぎ木で作ったんでね、継ぎ木っていうのは上と下でね、植物をつなげてね、なんていうのかな、根を強くするというか体質強くするような作り方、苗の作り方なんですけど、値段は倍から3倍4倍するんですが、枯れませんしね、成長具合収穫量も増えるんで非常にいいと思います。でさっき戻って、ここがまあ全体畑の概要で、これね菜の花は植えたわけじゃないけど咲いてますね。こちらも菜の花あえて取りません。取らない理由はですね、緑肥になるのと、虫を寄せてくれて、それが受粉してですね、人工受粉の手間が省けるので。で今ちょっとボロボロになってますけど、自分で作った棚ですね、この塩ビ管が。でこの塩ビ管だけでも10メートル以上あります。だいたい毎年ゴーヤ、スナップエンドウ、ツルムラサキ、四角豆なんか植えてますね。まあ日よけにもなりますけど、あえてねちょっとしょぼく作ってるのは、台風の時とかね飛ばされてちょっと危なかったりするんで、いつでも取り崩しができるのと、飛んでもさほど害がないように、塩ビ管の方で作成しました。製作費も多分4000円ぐらいだったかな、5000円だったか。あえて強肩に作るだけがいいことではないので、はい。で今菜の花の生えてる部分は毎年草を積み重ねてますんで、そこの土を使用すれば、まあ、緑肥としての効能効果もあるんで、そういうね使い方もしてます。うちちょっと人とね畑の作り方が若干違うのでね、参考になるかどうかわかんないけれども、とりあえず目標6月までに一通りの植え付け作業かな。ここなんかもね、去年は成績が良かった区画になりますね。だいたいいい区画っていうのは、マルチの上でも踏んでみたら土が柔らかくなってるので、そういうのですぐ分かりますね。でとりあえず今年は趣向を変えて、一番いいのはこの完熟ね、牛糞なんですけど、こちらがだいたい300円で、発酵鶏糞に関しては100円なんですね。で、鶏糞、うちの規模であればそこまで差はないものの、鶏糞をね今年はちょっと利用してうまく作るっていうのが目標です。鶏糞使うっていうのがちょっと若干難しいらしくてですね、ちょっといろいろ今勉強中です。で、すでにちょっと苗も買ってきました。スナップエンドウと、トマト、あえて継ぎ木をですね6株ぐらいかな。もうねお店にはナスとか、キュウリなんかも並んでたんで、随時準備したら植えていこうと思いますけど、今年は6月までに前半分植え込んでですね、
梅雨明けにまた同じトマトとかナスとか、を時期をずらしてみます。理由は苗の寿命じゃないんですけどね、 1,2 ヶ月ずらすことで、先に植えた苗がダメになっても、後半11月ぐらいまでは、次に植えた苗が取れるので、長期収量を目指すんであればですね、時期をずらして植えるというのもいいと思います。とりあえずやってみようかなっていう人はね、プランターでも十分楽しめますんで、うちの50坪って言ったら家庭菜園っていうレベルではなくなってくるからですね。はい、ただどちらかというとプランターで育てた方がね、雨よけとかもすぐできるんで、やり方によってはね、ご家庭で食べられないぐらいの収量もね、収穫量も得られると思いますんで、結構楽しいですね。じゃあね、ちょっと今から、ぼちぼち作業していきますんで、この状態が今後どう変わっていくかっていうのを動画に随時上げていきますんでね、もし興味ある方は、コメントなり、応援なりしていただけたら嬉しいです。はい、それでは今日はこれまで。